そうなんでしょうね。自分ではあんまり意識したことはなかったですけれど、学年ですか？ううん、違うんです。昔体調が悪くて出席が足りなくなってしまった時があって、留年ですね。キリ式に入学する前の話です。もうずっと前ですから。国見くんのこと友久からよく聞きました。だから初対面という感じじゃないですね。私、友久といろいろ話をするのが好きだったから、私も同じです。私もなかなか信じられなかった。信じたくなかった。だって私にとっては一番大切な弟だったから。否定して信じなくて、絶対に信じようとしなければ、友久が戻ってきてくれるんじゃないかって、私本気で思っていたんですよ。バカですね、私。留年して、それでちょうど良かったのかもしれません。昼の間は司書さんがいますよ。そうなんですか？
妹さん、エマさんですか？同じ霧学なんですか。じゃあ、会うこともありそうですね。体が弱かったと、ともしさには聞いていましたけど、回復したんですね。よかったです。ところで、神崎さん、本当に毎日来るんですか？来るつもりなんですか？うん、私の名前は下の方で呼んでちょ。私もチカ子ちゃんって呼ぶから。あ、はい。ちーちゃんでもいいけど。いや、それは。その、私学校を休むことが多いかもしれないので、それで確認したかったんです。はい。大丈夫大丈夫、ちゃんと来るから。なんだったらサンデーに頼んでもいいわけだし。心ですね。はい。雑誌読んでたら食材のこと調べたくなっちゃった。ブリタニカ面白いよ。いろんなことが書いてあるし、知的好奇心ってやつ。京介くんも読んでみなよ、面白いから。
嘔吐、下痢、幻覚。典型的。せっかく裏山に取りに行こうと思ったのに、残念。あの裏山は今も変わらない？多分。最近は遊んだりしないの？そっか。さてと、お仕事始めの初日が終わりました。すいません。ちょっと、待ってもらえますか？はぁ、重戦車みたいな勢い。役所じゃあるまいし、そんな焦んなくてもいいよ。はっ、ひゃい。おお、ファルセットだ。ねえねえ、チカ子ちゃん。はい。これって借りちゃいけないって意味なのかな？ああ、そうですね。図書室の外に持っていくのは禁止ってことです。続きが気になるにゃ。どうしてこんなところに？ああ。私と一緒にね。そうなの？葵です。葵さん。下の名前はチカ子だよ。国見エマです。あの、葵さんって。やっぱり。あ、くにみさん。あ、木下くんも本を借りに。あ、はい。
知り合い？うん、中央委員会で。木下くん。木下くんね。で、中央委員会って強そうなやつは？私たちが所属している委員会。は、はい、僕たちはその委員会活動を一緒に。ふう。貸し出しですよね。あ、は、はい。木下くん、変な子だね。失礼ね。というか、あれってエマちゃんのことが好きなんでないの？そう。あ、ありがとうございました。いえ。それじゃあ、僕はこれで。とりあえず帰りましょう。寒くなってきたよ。トモくんにお姉さんがいるってことは私も聞いていました。